有沢監督、立教大学戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合はどのような気持ちで挑みましたか？はい、今日は立教さんが相手ということで、すごいタフなチームでしたので、私たちも春からずっとフィジカルファンダメンタルでタフなチームになろうということで取り組んできたので、そこら辺で勝負しようということで勝負しました。11月の2試合でオレンジリボン運動を行っていますが、この活動をどのような気持ちで行っていますか？はい、オレンジリボン運動ということで、少しでも、児童虐待をこの世の中から、なくせればいいなということに貢献できればと、思っております。はい、最後に早稲田大学生に向けて一言お願いします。早稲田さんの方は、ずっと全勝で来てまして、すごい、ちょっと今までよりも一つ上のチームかなと感じておりますので、期間は短いんですけれども、決してどうにもならない相手ではないと思いますので、勝ちに行きたいと思っております。はい。はい、以上、有沢監督でした。ありがとうございました。まずは吉田香織選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のプレーを振り返っていかがでしたか？今日は、DL がすごい活躍できて、すごいいい試合だったと思うんですけど、やっぱ個人的にちょっといろんな課題がまだまだいっぱいあるので、それ早稲田戦次で絶対爆発させて、またここに呼ばれるように頑張ります。サックを決めた時はどんな気持ちでしたか？正直ようやくサックできたって思ってて、今年秋シーズン始まる前からもう絶対いっぱいサック重ねてやろうと思ってたんですけど、ずっとこれまで4節できなくて、やっとできて、やっぱ自分の実力まだまだだなって思ったのもあったんですけど、やっぱり嬉しい気持ちがありました。次の早稲田大学戦、どのようなことを意識してプレーしますか？やはり早稲田 OL がすごい強いので、やっぱそこで DL としてしっかり力発揮して、ユニットとして勝っていきたいと思います。今日のヒーロー4年ディフェンシブライン、吉田香織選手でした。ありがとうございました。最後に岩田和樹選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。前回の試合から意識した点は何ですか？前回よりも、オフェンスラインとして、ランで勝つっていうのを今回の立教戦は意識してやりました。前節に続きタッチダウンを決めましたが、好調の要因は何だと思いますか？前回も OL がすごい良かったんですけど、練習を重ねるにつれて、OL との連携がしっかり取れて、OL のおかげでしっかりランが出たと思うんで、次の早稲田戦も、はい、やっていきたいと思います。はい、ホームカミングデーの早稲田大学戦に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。次の早稲田大学戦は本当に勝つか負けるかの大一番だと思うんで、試合会場に足を運んでいただいてしっかり応援してもらったらいいと思います。よろしくお願いします。今日の2人目のヒーローは3年ランニングバック岩田和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。